どうもー、世界数少ない100億人のカラフォルの皆さん、おはようございます。原田西です。はい、1月28日の朝でございます。はい、はい、今日僕はね、5時半に起きちゃってね、うん、朝まあロビーでね、一人作業してたんですけど、うん、はい、やっぱり朝の生活はいいっすね。あ、そう、うん、集中できますね。集中できますか。静かで。ああ、はい、まあそうだよね、人の気配もね、少ないだろうしね。うん、うん、はい。まあ、ちょっと編集まだ終わってないのでね、僕は、うん、いつもはね、僕が多く稼働することがあるんですけど、ちょっと西村さんが先に行ってもらって、ええ、はい、僕は、編集終わって、うん、ちょっと昼寝して、行きます。だいたい何時ぐらいなのそれ。まあ、2時か3時ぐらいですかね。ああ、OK。まあ、それ目安ぐらいに。ぐらいに行きたいなと思います。はい。はい、夜、温泉行きたい行きましょうよ。ええ、いえ、俺、夕方以降から編集する予定にしてたからさ。はい、うん、まあ、前向きに検討しておこう。はい、これはいかないみたいですね。一人行ってきます。はい、そうしてくれ。はい、じゃあ、行ってきます。自分次第で、どこにでも行ける宇宙を突き抜けてどこまでも僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ走れ笑え。どうも、今日の結果発表していきます。ます、はい。今日はね、珍しく僕の方が稼働時間少なく、うん、そうね、はい、うん、西村さんがたくさん回してくれましたね。ですね、9時間半ぐらいに回しましたね。うん、ね、はい、うん、で、まあ、北東武装のアマレジですね、もう一騎手を今日ずっと打ってたわけですけど、うん、はい、もうまあ連日ね、北東武装の話してるんで、ちょっと話すネタがなくなっちゃいましたけど、うん、そうな、本当にな、はい、うん、なんかありますか。もう、北斗無双を打ち始めて3日目ぐらいかな。はい、アマネジの3回目かな。はい、あ、そうそうそう、アマネジの無限投弾。無限投弾の方です、はい、うん、もう僕はすでに飽きてる。飽きてる。すでに飽きてる。いや、あれで飽きるって言ったら、うん、多分これから旅してて、うん、海のすごい回る台が見つかったとかって、うん、ずっと海とか狙う可能性もあるわけですよ。うん、ショボリン君とか知ってるじゃないですか、うん、はいはい、僕も埼玉しょっぱな海のいい台見つけたら連日海だけを狙って言ってたんですよ、うん、うん、あの派手ないろんな演出がある北斗無双でもう飽きてるって言ったらもう今後きついっすよ、うん、と思うじゃん。と思いますよ、はい、素人は、うん、はい、素人はそう思うよね、うん、はい、うん、でも僕ぐらいになると、うん、海はもう音楽を聴ける台ぐらいにしか思ってないので、はい、うん、毎回ね、マリンちゃんたちが歌ってるあの感じで楽しめる。なぜか、アニメが好きだから。あのアニメーションで僕は飽きない。はい、あれ毎回見てて大丈夫。うんうん、だから打てる、はい、うん。ちょっと今、価値かなりよくわからなすぎますけど。いいじゃん、あの歌結構。あ、好き。海の歌いいっすよね。うん、何の歌好きですか？うん、ゴーゴーレッツゴーシーストーリーってやつですね。ダブル音痴で申し訳ないですけど。いやいやいや、こっちだけですよ、こっちは。おやめろ、僕が前に持ってますから、はい、同じこと思うんだよ、はいはい、あれね、うん、あれもいいですね。あとなかったこの輝くマリンブルーだったっけ。輝くマリンブルー、そう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 、さあ、あれね、あれ面白い、面白い、あれ好き、はいはい、でさ、あれ結構毎回動画違うじゃん。動画違う？うん。アニメの時と、あ、人の場合歌ってないか。女の子出てくるじゃん。ミス・マリンちゃんでしょ。ああ、はいはいはい。でパターンもあるし、はい、あ、最近はアイ・マリンとかもいるでしょ。はい。うん。だ結構なんかね、僕好みなんですよね。あの感じ。あ、そうですか。うん。いいんですよ。はい。うん、ですね。ああ。でも 3R2 のわワリンワリンちゃんワリンちゃんは出てないんじゃないですか。あの青巻のあワリンちゃんですね。あワリンちゃん、演歌歌ってますね。そうそうそう、あの演歌だけは許せない。いやいや、なぜワリンちゃんに演歌を歌わしちゃったのって、うん、うん、そういうところっすよ、マジで。サイオさん、いやいや本当にそうですか。うん、うん、ですね。で、僕が一番好きなのはやっぱり太鼓ですね。太鼓、
太鼓のアイマリンちゃんたちが歌ってるやつですね、はい、曲忘れちゃいましたけど、あそこ出てくるウリンちゃんが可愛い、ああ、うんうん、あれは素晴らしい、もう拍手です本当。あれはね感動もんですごく可愛いと思います、はい、うん、っていう楽しみ方してるんでね、多分そもそも海をそこまで打ってないんじゃないですか、うん、歴代海をだから知ってる、まあな個数が少ないとはいえ、養分10年やってるから、はい、アグネスでしょ何にしろ、はい、結構触ってはいい、ああ一応触ってはいいですね、触ってはいい、うん、はい、通常演出とかもうずっとドラクエやってるだけだからさ、はい、うん、北斗無双、北斗無双の話、もう北斗無双も海も、ああ、まあね、うん、あんまり、うん、っていうね、はい、そうですか、うん、はい、まあ多分大丈夫ですよ、オプトムソはなんか、なんだ、なんか軽いんだ、軽い、オプトムソの無限塔なのね、はい、あ、なんか演出に重たさがないからさ、ポコポコ当たっちゃうし、はい、うん、なんかね、こうよっしゃ来たぜとか、なんかハート様来たとか、なんか、そうですか、うん、まあ、通常じゃそうかもしれないですけど、時短突破しなきゃ来たぜってなりません？ちょっとな、うん、うん、ね、1600パスとかね、あれ出るんですけど、あいつ、うん、あれ来た時なんか嬉しいね、すげえじゃんってなる、うん、それぐらいかな、はい、はい、うん、北斗無双のあまりね、極めすぎてね、うん、まあ、初回に当たった時のね、2回ぐらいパカパカがあるんですけど、そこも打つし、うん、なん僕はね、時短終わりね、時短終わりに、うん、まあ、保留全部貯めて終わらせたいので、うん、もう時間を見て保留を埋めて、うん、うまくいかないと保留3つとかで終わっちゃう可能性あるんで、うん、時間見てうまいこと調整して、電柱ちゃんと開かせて電車を貯めるみたいなね、そういう次元まで来てます、うん、もう極めつつあるね、極めつつありますもん、北斗無双は、はい、北斗無双はって、北斗無双のあまり字の方ですね、北斗無双の方もでもだいぶ極めてるっちゃ極めてるけど、でも連鎖砲の止め打ちはめちゃくちゃ極めてないかもしれないですね、あ、ミドルの方は、うん、はい、多分あまり字の方はもう極めてないと思いますけど、はい、うん、伸びしろがあるたいですね、伸びしろがあるね、うん、あれちなみに、あの、右打ちね、連作中に少し弱くいったら、あの、おまき小球場にね、結構入りやすいんでね、あ、なんか言ってたね、はい、うん、それ、ぜひやってみた方がいいと思いますけど、あ、うん、俺もやってみたんだけどさ、うん、あの、今度電柱のパカパカベロにさ、はい、間に合わなくね、そうなんですよねそれもあるんですよ、うん、電柱にも届かなくなっちゃうんですよ、うん、だから、ちょっと、まあ、考えどころなんですけど、うん、うん、まあでもな、台によりけっちゃ台によりけですけど、ほとんどの台は、でも、フロックに弾が入りやすいに調整してるんだったら、うん、ほとんどの台は弱くいった方が、いいと思います。うん。はい。まあそうか。全部の台がそうとは言えないですけど。まあね。はい。うん、まあ使い分けか。状況したいかな。はい。うん、これなんかもうね、あれ連鎖棒普通さ、1パカに1玉合わせるじゃん、うん、うん、それなんか2玉とか無理やり入れようとしている試行錯誤してるんだけど、はいはいはい、それに弱打ちを足すとちょっとね、なんかめっちゃちっちゃかめっちゃかなっちゃう、あ、うん、届かないし、2発 入るはずだったのに入んなくなっちゃうし、はいはい、さ、うん、難しいね、まあまあ、うん、はい、はい、という話ですかね、ですね、はい、はい、今日は、プラス1万7000ぐらいだと思います、昨日とあまり変わらず終始、うん、はい、まあ、プラスになってるのはね、いいことっすね、うんうんうん、うん、はい、順当順当、はい、うん、まあ明日からちょっとめちゃくちゃ稼げると思うんで、正直ね、明日明日から、はい、明日稼げんの、明日から稼げますよ、それは、おはい、まあ楽しみにしててください。はい。はい。頑張っていきます。はい。頑張りましょう。はい。そんな感じです。はい。はい。じゃあ、バイバイ。